今お手元に2枚のペーパーが来ましたが、まず宮崎県知事選挙の態度決定について、河野俊嗣さん推薦ということになりました。もう1枚のペーパーは一般市長選挙の態度決定でございますが、山形県長井市、内谷さん推薦、千葉県館山市、山丸さん推薦、同じく千葉県八街市、北村さん推薦、兵庫県の尼崎市が自主投票、福岡県の筑紫野市、藤田さん推薦、同じく福岡県古賀市、自主投票、同じく福岡県宮山市、西原、近田さん総支部推薦ということが了承されました。以上でございます。皆さんからご質問あればどうぞ。じゃあ、ご質問あればお願いいたします。設置が発表されました。サンゴ密漁問題プロジェクトチームの設置ということで政調会長から発表がありまして、座長に赤羽和義さん、事務局長に横山真一さん、こういうことでプロジェクトチームが発足をさせていただきました。まあ、これは特に我が党がということよりも、日本の貴重な資源、しかも小笠原も伊豆の方も長い間育ててきたサンゴですからね、それを、密漁で根こそぎ持っていかれるようではこれは大変なことですから、それはやっぱりこれを保護する措置を講じるというのは当たり前のことではないかなというふうに思っています。選挙の、年齢制限緩和、それから選挙の統一外の公認、それから、来年度の統一選に向けての公認状況、まあ、そういうところを中心に報告があって承認したということでございます。はい、海上保安庁が今対応していますけれども、なかなか巡視船の数が少なくて、まあ、たくさん船が来るのに対応を準備をしているとかですね、与党の自民党の方の中では、まあ、やはりその自衛隊の方の海上警備行動ができるようにすべきではないかというのと、きちんと積極的な対応すべきではないかという意見を出ているんですけれども、まあ、この国としてこの密漁問題に対応していくと、どういう面を今から充実させていけばいいかという。これは海上警備行動に馴染むのかどうかよく分かりませんが、どういうふうにしたら、まあ、違約席も来てますのでね、おっしゃるようになかなか大
対処が難しい。まあここをどういうふうにするかというのがこれからの一番の時代なんだろうなというふうに思っております。中国に対しても日本政府相当抗議しているようでありますし、中国もしっかり対応するというふうに言ってくれておりますけれども、日本としてどういう対応を取るか、人的物的な体制どう取るか、ここが一番大きな問題なんだろうなというふうに思っております。今後党内でしっかり議論していきたいなというふうに思います。注視をしているという状況です。おっしゃるように、反動源がまだ回復していない、円安の効果もあり、逆に輸入品が上がっている、あるいは燃油の高騰がある、災害もあるということで、足元がさだかおぼつかなくなっている。これに対してどういうふうな対応を取るべきかということを山口代表おっしゃっておりますけれども、しっかりと補正予算を組んで消費税、10% の増税の環境をしっかり作っていくことが今大事なんだというふうにおっしゃっておりますが、まさに私も今そういう感じで見ております。市畜の指数がどうなるかまだ分かりませんけれども、そういうものを考えしながら総理が最終的にご判断されるということだと思いますけれども、いろんな要素、予算委員会でも総理なかなかはっきりおっしゃいませんけども、今ご考慮されているのではというふうに思っております。はい、毎日の高本です。2週間前だと思いますが、二階総務会長との対談の中で、二階会長の方から沖縄県知事について投票日までコメントに協力をお願いというのに、働きかけるという発言になりましたけど、その後国事と具体的に何か向こうから働きかけたったんでしょうか。そこは私にはございません。全体に、あるいは代表幹事長に話があったことかも、では掴んでおりませんが、私の間ではありません。よろしいでしょうか。以上で。はい、どうもありがとうございました。